どうもハンサムクロージです。今日はですね、今日はっていうか、今日もですね、お取り寄せスイーツをご紹介します。はい、チーズケーキです。僕チーズケーキ大好きなので、バスクチーズケーキをねよく食べてたんですが、今回はバスクチーズケーキじゃなくて、全く違う、ちょっと多分今まで食べたことないタイプのチーズケーキでした。ベルギービールに合うチーズケーキ、そう、一点突破で作られたチーズケーキです。はい、名古屋にあるカフェレンベークというお店です。ベルギービールとベルギー料理のお店、カフェっていうか、バーみたいな感じなんでしょうね。そこのチーズケーキ、これかなりレアですよね。ケーキ屋さんのチーズケーキじゃないですから。でも僕はもう常に食べてるんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。これは本当大人の味、ビールに合うっていうのがよくわかるっていうことで、はい、じゃん、ベルギービール、飲みやすいやつね。僕あんまり癖のあるビール苦手なので、ヒューガルデンホワイトっていうベルギービールと一緒にちょっといただきたいと思います。あ、美味しい、非常に飲みやすい。で、チーズケーキはこちら。はい、結構表面に焦げがあって、なんか香ばしい感じが見た目からも伝わってきます。説明には一応ウッディな味わいって書いてるんです。ウッディですって、木ですね。これでこう断面をカットしてみると、結構この断面もちょっと茶色いというか、ウッディで、ボトムって言うんですけど、チーズケーキの下に敷かれてる部分も包丁を入れた感じは結構固めです。ということで、とにかく香りがいいんですよね。フォーク入れた瞬間に香りがブワッと広がるというか、もう鼻近づけると独特のね、香ばしい香りがすごく感じられます。これはかなり香りのチーズケーキですね。いただきます。うまい、うますぎうち。ビールいただきます。合う、間違いないですね。本当に合うんだっていうくらい合いました、今。うまっ、うめえ。はい、ベルギービールに合うチーズケーキ、大変美味しいです。先に言いますけど、ジューハンサム、僕の本当に大好きな味です。まず最初に感じられる味が苦味なんですよね。苦味、なんかね、これ苦とかじゃないんですよね。上品なね、苦味があって、それと酸味で、もちろん甘みもあって、チーズの濃厚な風味もありつつ、卵とかも感じられる味わいなんですけど、そのいろんな味わいが同時にもう同じくらいの勢いで口の中に入ってきて、それをこう香り、香ばしさでこうギュッと包んでる感じで、後味がすっきりしてて濃厚なんだけど、いくらでも食べれる。最後にまたね、もう一回苦味が来るんですよね、後味として。それがこういろんなこう要因をキュッと締めて、大変美味しいです。チーズケーキの下に敷かれてるね、ボトムの食感もめちゃめちゃサクサクで、カリカリで固め で、そこもまたね、ちょっと苦味が、本体よりも苦味が強くて、ギュッと味が締まるんですよね。すっごい美味しい。
で、それとまたこれベルギービールがめちゃめちゃ合います。ビール、ベルギービールじゃなくても合う気がする。普通にビールでも合いそう。苦味が口の中に残ってる状態でビールの苦味が入ってくると、なんかこう、なんだろう、中和されるっていうんですかね。なんかこう、あ、そう、ビール本来の苦味以外のなんか香りとか風味をこう感じられるっていうんですかね。うん、そういう印象がありました。だからコーヒーでもめちゃめちゃ合うし、お茶もいいですしね、まあ、何でも合いそうですね。うん、これがね、また安いんですよ。結構お取り寄せのチーズケーキね、高いんですけど、2000いくらとかね、そういうのが多いんですけど、1000円台で買えば、1800いくらで買えるチーズケーキです。それがまたね、ありがたい。ほんとね、いろいろ説明が書いてあるんですけどね、クリームチーズは北海道産のコクと酸味を感じられるものと、フランス産のチーズの上品な香りと柔らかいコクを楽しめるものの2種類をブランド、ブレンド、もう口が回んない、クリームチーズは北海道産とフランス産のものを合わせて使ってるそうです。で、北海道産の発酵バター、北海道産のサワークリーム、はー、で酸味とコクと出してるわけですね、でメープルシュガーを贅沢に使って、メープルですから樹液由来のウッディーさがチーズの旨味をさらに引き立てる。はあ、すごい。すごいなあ。で、焼き方はちょっとね、バスクチーズケーキに近いですね。高温のオーブンで一気に焦げ目をつけ、素早く焼き上げると。はあ。いや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 。こだわりがすごい。でね、でね、で、これチーズケーキね、ただ食べて今10ハンサムだったんですけど、マルドンの塩っていう塩とベルギービールキャラメルっていうのがついてきて、これを使うとですね、また味わいがね、ぐっと変わるんですよね。これ特に僕このベルギービールキャラメルがすごい美味しかった。苦味とね、香りがぐわっと増して、かつ甘さも増すんで、なんかすごいスイーツっぽいんだけどスイーツじゃないみたいな、なんかすごい不思議な感覚。マルドンの塩の方はチーズの旨味がぐわっと引き立つ感じで、お酒により合うような味わいになる印象ですね。この美味しさがね、1890円で、まあ、お取り寄せなので送料はかかりますけど、1890円で買えるっていうのはすごい嬉しい。僕必ずもう一回食べようと思ってます。はい、あ、やば。ちなみにこんな感じ、ベルギービールキャラメルかけたのこんな感じです。あ、うまっ。塩もうまいねんな。僕はあのネットでニュースサイトとかでこういうチーズケーキ美味しいなとか、まあテレビで紹介されたのとかを見てスイーツ買ったりするんですけど、まあ、全然違うところっていうか、自分で本当にオンラインストアを一個一個巡ってですね、探して見つけたものだったので、いや、こういう出会いもあるんだなっていうのは本当びっくりしましたね。特にこう4月はお取り寄せのスイーツいっぱい頼んで食べたので、嬉しい出会いがたくさんあって楽しかったです。ということで、まあしばらくね、そのお取り寄せとかそういうのに頼った生活になると思うので、こういうのをちょくちょく紹介できたらいいなと思っております。はい、なんか参考になればいいなと思います。ちょっとね、お値段張るもの多いので、お取り寄せってそうですよね、基本ね。まあちょっと手は出しづらいんですけど、少しでも日常の潤いになればなと思います。はい、
ということで、またビール飲んでまた顔がね赤くなっちゃうんですけど、僕は、はい、ということで、気になる方ぜひ概要欄のリンクから注文してみてください。大変美味しかったです。幸せということで、気になる方はぜひ、あ、じゃあ、ということで、あ、ということで今、すいません。この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。動画の更新通知ボタンもポチッと押してもらえると嬉しいです。以上、ハンサムクロージでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。